もうそろそろ、いいところまで来たようです。家康次男結城秀康ありますね。関町結城秀康は確か福井あたりのですね、城主、福井城の城主していたはずですね。これは丹波の国、宇津木丹波の神、こんな感じですね。はい、正面になんか、建物が見えまして、お堂が見えますので、そろそろでしょうかね、そろそろいいとこに行ってんのかな。まあ、ここは霊廟ということで墓地ですよね。墓地なんだけれどもね、墓地のような暗さが全くないですね。なんかね、一種清潔なですね、透き通るような、風に洗われているような、表現すればそんな感じですね。いるような、そんなね、気持ちのするような、すっきりした感じのですね、そういう場所ですね。非常にだから歩いていてもですね、爽やかで気分がいいという感じのところです。さあ、いよいよもう、弘法大師御廟到達ですね。ここがどうやらここがですね、目指す御廟のようですね。ここで到達ということでしょうね。はい、ここまで行きましょうね。奥の院ご教書ってんですかね。こっちは護摩堂って書いてありますね。護摩堂ですね。いろいろな仏様がですね、いろいろ並んでますね。さあ、どうなるのかな。ここから先がですね、弘法大師御廟山の聖域ということですね。ここから先は多分ね、撮影禁止なんですわ。ここまでだわ。御廟橋、これが御廟橋でしょうかね。ここまでじゃ撮影ということで、最後遠目にですね、御廟霊域ということで、もう弘法大師の霊域でということで、ここでじゃあおしまいということで。